バイオマスプラスチック普及への画期的な考え方、マスバランス方式をご存知でしょうか。マスバランス方式とは、ライフサイクル全般にわたる量的バランスという考え方です。なぜプラスチックにこのような考え方が生まれたのでしょうか。石油から生成される一般的なプラスチックとは異なり、トウモロコシなどのデンプン質原料やサトウキビなどの糖質原料が主原料となるのがバイオマスプラスチックです。しかし専用設備が必要なため、コストや商業化の難しさから、バイオマスプラスチックの普及には時間がかかっています。一方で、地球規模の環境問題の深刻化を受け、環境負荷低減が可能なバイオマスプラスチックのニーズは高まる一方です。それらのニーズに応え、バイオマスプラスチックの普及に必要となる手法がマスバランス方式です。既存設備を使用し、バイオマス由来原料と石化由来原料を混合して生産します。この混合された製品にバイオマス特性を割り当てて、バイオマスプラスチックとしての価値を付与するのがマスバランス方式の考え方です。すでにこの考え方が導入されている業界もあります。森林伐採や労働者の人権侵害などの問題を抱えているカカオやパーム油、コットンなどは、持続可能な生産を保障するために認証制度が設けられています。しかし、認証農園の原材料のみを使用して最終製品にする場合、非認証品と混ざらないように徹底した別管理が必要になるため、設備投資など高いコストがかかり、生産者の負担も大きくなってしまいます。これでは認証品の導入も難しくなり、認証農園のカカオやパーム油も普及しません。そのため、出荷時や生産プロセスの中で混合していくのが現実的ですが、購入する側のメーカーの考えも様々で、主原料が認証農園品でないと購入しない A のような会社もあれば、非認証品でも構わないという B のような会社もあります。この場合、 A 社はニーズに合わず調達を見合わせざるを得ません。ここでマスバランス方式を適用すれば、 25%、75% ずつ混合して100個販売する場合、 A 社が購入する25個分は 100% 認証カカオ、B 社が購入する75個分は非認証カカオとみなすことができるのです。実際には混合していますが、持続可能性を重視する A 社も 100% 認証品とみなされたカカオを使用してチョコレートを生産することができます。認証カカオが普及しづらくなることを考えると、マスバランス方式を適用し導入を容易にすることで需要が高まっていき、結果的により多くのカカオ生産者を守ることができます。そして消費者もこのチョコレートを購入することで、持続可能な生産を後押しできるのです。化学業界でもこの考えをバイオマスプラスチックに適用しようという動きがあります。これまでの方法では、それぞれ 25%、75% の割合で混合した場合、 A 社のニーズは叶えることができません。ここにマスバランス方式を適用することで、100トンの原料のうち、バイオマス由来ナフサの投入量に応じて25トン分の製品は 100% バイオマスプラスチックとみなすことができ、 A 社と B 社どちらのニーズも叶えることができます。そしてサプライチェーンを可視化し、第三者認証を取得することで 100% バイオマスが担保される仕組みとなっています。マスバランス方式を活用することによって、従来バイオマスプラスチックが抱える課題を解決し、持続可能なバイオマスプラスチックの普及につながります。新商品のバイオマス OPS フィルム GB50 タイプは、マスバランス方式によるバイオマス由来 PS 原料を 50% 使用しています。従来品と同等の収縮特性を有しており、シュリンクフィルムとしての機能性と環境負荷低減の両立を実現したフィルムとなっています。マスバランス方式のバイオマス由来原料を使用した GB50 で、できることから一歩踏み出してみませんか。この一歩が脱炭素社会の実現につながります。